始まりました。ビールチャンネルへようこそ。逆バージョンですね。ジャンプ。もうスーパーマリオじゃないですか。ゲームオーバーですね。はい。なるほどね。B ダッシュですね。B ダッシュ。はい。そうですね。ジャンプのボタン何やったっけ。B でしたっけ。なんか B ダッシュみたいに。あ、そうですね。あ、じゃあ A か。A がジャンプ。なるほど。はい。どうでもええわ。間違いないですね。はい。今日はですよ。はい。待ちに待ったキャラバンの、はい、新型ディーゼルエンジン、はい、搭載車が入ってきましたんでね。待ちましたね。待った待った、はい、他のショップさん結構先に入っててやきもきしとったけれども、あれまた今回もまたやっちゃいました。私やっと、はい、やっとうち入ってきたから、はい、まあとりあえずエンジンのフィーリング、はい、見てみようかいなとは思うのだけれども、そうです。やっぱり、ね、排気音も違いますしね。はい。まあ、そこまでそのディーゼルの注目度がちょっと上がってきてるっていうので、まあ、今までガソリン車からディーゼルに行って検討が変わる可能性も、はい、そこと踏まえて、まあ、ガソリンと、はい、でディーゼルエンジン、まあ、うち前方 NV350 のキャラバンのディーゼルエンジンの、はい、デモカー持ってるので、はい、まあ、その時のフィーリングとどう違うのかっていうのを、なるほど、まあ、音で比べてもらえたらな。じゃあこの高性能マイクで調べるしかないですね。そうですね、はい、はい、それしかないね。はい、聞き取れなかったらごめんなさい。そうですね、はい、ね、はい、じゃあベース3キャラバン、2430cc やったかな。なんか微妙なサイズですね。だいたい2490とか言いそうですけどね。巷はもう結構 2.4 って歌ってるところも、あ、自社購入的な感じですね。はい、はい、すごいやっぱまあ中途、どっちなんどっちなん。ああ、はい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 、まあ、2.5 言うても別に問題ないんで。まあそうですね、はい、まあそんな感じでスタートします。グラ、はい、グランドプレミアム GX、 はい、一番最上級。そうですね、はい、まあ、この上に特別使用者のプロスタイルやら、まあ、なんか今年なんか出るみたいなこと言ってるけど、まだ何も伝わってこないんで、はい、まあ、なんか今年の後半お楽しみにしといてもらったらいいんじゃないかな。なるほど。暑いわ。暑いですね。はい、車内にやってまいりました。はい、コックピット運転席助手席におっさん2人がエンジンもかけずにこの暑い中座るというね。はい、早速エンジンかけるわ。そうですね、お願いしていいですか。はい、聞こえるかどうかはもうマイクの調子もあるんで、はい、お楽しみに、はい、聞こえなかったら、音声を頼りに判断してください。はい、行きます。はい。スタート自体は、はい、ちょうど今日大阪へ来るときに、はい、また後で出てくるうちのデモカー、はい、NV350 キャラバンの 2.5 リターの時のディーゼルターボを、はい、持ってきたんですよね。はい、その時のまあエンジンかける音とかいうことを考えると、うん、始動とこのスタートのアイドリング、コールドスタートのところは結構静か。そうですね、かつ揺れない。はい、うん、これやっぱりちょっと違うね。さすが新しいエンジンですね。はい、新しいエンジン、まあもちろんその新車と登録した車とのね、はい、元々のエンジンのたびたび揺れとかもあるにはあるんだけども、はい、まあうちのデモカーもまだ距離全然250キロとかなんで、なるほど、そんなほぼほぼ揺れるとかじゃない、はい、ほぼ新車の状態にはなっとるんだけれども、はい、まあ、その状態の車と比べても、はい、静かですね。はい、不快感はない、はい、うん、正直あディーゼルっていうようなお尻のブルブルってくる振動も、はい、まああまりないかな。そうですね、車中泊する際とかアイドリングしたまま寝るってなると、はい、まあ、この運転席助手席のこのエンジンの真上はちょっとしんどいか分からへんけれど、はい、後ろベッドキットとかやったらそんなに苦にならんのではないかなと。そんな気はしますよね。でもほんまに、はい、思ったりはしますわね。はい、で、まあ、今回の
ディーゼルエンジンもしかり、まあ、ガソリンもあのマイナーチェンジしてるんですけど、はい、こうステアリングがね、はい、ちょっと仕様が変わりまして、なるほど、オーディオソース調整できるのと、はい、の発話と終了のお電話のね、はい、取るのもステアリングスイッチでできるようになってるのが、これがまあ純正だけなのか車外で連動するようになるのかは今後のお楽しみということで、はい、うん、ラッパのマークもありますし、セイロガンですね言っちゃあかんやろってお腹痛い時はこれ触ったら治るっていうジャンクスがなるほど、ね、あるのかないのかわかんないですけどね、適当でございます、はい、モデルから、ね、あのガソリンでずっと紹介しましたけど、はい、マニュアルのシフト、はい、シフトマジック、はい、プラスマイナス、はい、のができるようになってますんで、まあそれになったと同時にオーバードライブちゃんは消えました。なるほど。うん、まあ坂道とかね下っていく時とかはもう自分でマニュアルでこうね速度落としてもらって、はい、エンジンブレーキを効かせるという感じになっています。そうですね。はい。で、まあ今回あのディーゼルエンジン、まあもう噂通りあのアドブルになってますよ。はい。うん。で、まあ補給口がね。ちょっと僕の中では残念な位置に、うん、ね、あの思ってたよりもちょっと残念な位置に、はい、後でまた場所は紹介しますけれども、はい、まあタンクが12リッターやったかな、なるほど、はい、結構、まあ、容量は多いです、はい、ハイエースが前回 7.7 リッターとかで、はい、今回のマイナーチェンジ、この同じ5月6月の時期でマイナーチェンジしてる車で、はい、タンクが10リッターになった。おー、それよりももうスタートが大きいんで、はい、まあ、ハイエースと同じ、まあ、その尿素をね、ハイガスに混ぜてってなるんで、はい、大体1000キロに1リッターずつぐらい噴霧していくっていう、なるほど、はい、まあ、このキャラバンでいうと、まあ、1万2000キロぐらいが空っ欠になる状態、はい、なるほど、はい、うん、で気になるあの残量なんですけども、はい、ハイエースがね、まあ、比べてないやけども、はい、あの前まではインジケーターというかもう警告灯だけ、はい、でそろそろ入れなさいよっていうアドバイス状態だったんだけれども、はい、今回のハイエース毎日でね、あのどんだけ残ってるかっていう残量計がインフォメーションデスクになったんだけど、はい、キャラバンちょっと情報遅かったかね、あの前のそのハイエースと同じインジケータータイプ、ああ、なくなるよ、もうなくなったよみたいな、もうなくなったら、この同じなんかな、あのエンジン再始動できないとか、ハイエースは言いますもんね、はい、まあ、そんな感じなんで、まあ長いからってちょっと油断してるとそこに陥る可能性もあるんだけれども、まあ気にしてもらって自分のね走行距離と相談しながら、はい、メーターに出てきたら、まあ、エンジン始動するときにここにアドブルーってランプあったんで、まあそれやと思うんですけど、はい、うん、まあ、出たら補給するようにという、そうですね、はい、ほな、アドブルーの、はい、補給口ね、そうですね、はい、ご紹介を、そう、場所が助手席は左側です、はい、スライドドア開けます、開けます、ピーポー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 、はい、ステップがあります、ステップあります、ステップ細胞はありませんおここの、はい、このパワースライドドアのこのケーブルの端折ってるここですね、はい、ピョコッと取ると、おっと、アドブルー来ましたね、心持ちハイエースのアドブルーのキャップより淡いね、ああ、そうなんですね、真っ青じゃないよね、はい、で何が残念なのっていうと、はい、この こぼれてもいけるようにゴムのトレーがもうついとんだけど、はいはいはい、お流れ先がお前ここやないかと、ほんまっすね、ステップに なだれ込むやないかと、はい、しかも横向いとうから、はい、まあ、あのポリのタンクとかで補給するにしても、はい、ちょっとスペースが狭いですね、ちょっとね、こう向いとったらこう入れるんだけど、はい、これちょっと邪魔やから、はい、あの上部みたいなのいるよね、ああ、それもあのホームセンターで買っていただいて、ちょっとアイディアでね言ってもらって良いのではないかなと、こういう感じ、はい、うん、まだアドブルー自体を俺は匂いは嗅いだことないんだけど、はい、アンモニアだけにアンモニア数すんのかな、どうなんですかねわかりませんけど、はい、まあここに、はい、あります、あ、キャラバンって、はい、給油口右側じゃないですか、そうですね、はい、後ろ側、はい、スタンドでやろうと思ったらあっちゃ行きこっちゃ行きせなあかんとちゃうかなと思う、あ、そっか、ハイエースはこっちと前ですもんね、あのトラックステーションの宇佐美さんとかああいうスタンドとかだったら
まあ、アドブルーの補給のタンク置いとるやないですか。はい、給油したついでに行きたいよね。まあできればね。できれば、はい、まあ、あまり批判しても捉え性もあれへんから、はい、この辺はちょっとどうなんかなっていうところは。そうですね、はい、あの今ちょっとアドブルーの、 あの相場が上がっとるやねみたいですね。結構昔、まあ、出だした頃ハイエースとかでアドブルー使い出した頃から言ったら2倍近いってやってて、はい、しとるんだけど、まあ、ポリの袋でね買ってもらって置いとくと、あれまた異物なんか何なのか車内に置いとくとやらしい話なんで、あ、まあ、心配ですよどっちにしてもね、はいはい、まあ、最悪の場合はジャンさん呼んでくださいじゃないけどね。まあそんな感じでございます。はい、あのガソリン行ってみましょう。はい、はい、お願いします。はい、さっきと映像何が違うねんってなると、はい、ガソリン車。そうですね、スターリングスイッチが違うぐらいですかね。そうやね、だからまあMC 前のガソリン車、最後にまあ販売した車なんですけど、はい、まあ、それのガソリン車でちょっと一回見てみたいと思うんで、もうあ、ま、同じように、ま、まあ暑いんで、はい、早速行きましょう。お願いします。ガソリンですね。ああって感じやね。やっぱ、まあ、やっぱり振動がまずないね、はい、そうですね、うん、微振動はないよね。まあ暑いくてエアコンがあるんやけど風の音がっていうのでエアコンを止めようとしたら、はい、もうほんま暑かったからちょっとだけ風つけました。はい、すいません。まあ、ステリモがねここすっきり、はい、すっきりだわ。そうですね、これがマイナーチェンジ後のガソリン車にも同じようにステアリングスイッチが装備されますというふうになっておりますのでね、ガソリン車検討の方も、まあ、はい、あの MC5 ちょっと日産納期かかっては来てるんだけどバックオーダー取り始めたんで、はい、あの一度相談してもらったら、はい、あの中にはまだこの旧モデル、はい、MC 前のお車を在庫で持ってる状態のこともあるんで、はい、急ぎの方は一遍相談してください。在庫確認しますので、はい、うん、はい、これがNV350 キャラバン。そうですね、うちの スーパーロングハイルーフのデモカーでございますが、はい、2.5 リッターディーゼルターボ、はい、旧エンジンでございますよ。はい、いきますね。お願いします。鍵なんで。あのキュ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 がやっぱり余計やねって思う。ちょっとうるさいですね、うん、そういやさっきのなっとったっけっていう感じだったから。そうですね、ふふふふんって感じですよね。今日はあるよね。はい、うん、まあさっき長いこと乗ってきてたから、はい、こんなんやったわっていう感じ、ね、ああなるほどね、はい、うん、あのアクセルこう吹かして戻る時のフィーリングなんだけど、はい、うん、まあ、向こう新しいから7速オートマじゃないですか。はい、あのね燃費のことも考えて、はい、吹け上がった後のこの下がり具合っていうかな、はい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 、やっぱちょっと違う、うん、ふーんって感じが新型のディーゼルにはもう感じ取られた、はい、じゃあもう、うん、もうって戻ってくる。ああ、なるほどね、はい、例えばまあ渋滞とかで走るにしてもエンジンブレーキが新型の方はちょっと効きにくいかなっていう。なるほどね、まあシフトマチックあるからね、バンバンバンとこう落として減速はマニュアル感覚できるんちゃうかなとは思うんだけど、はい、まあ、それそのフィーリングの違いはあるかな。やっぱりまあ動かすとちょっとやっぱり揺れるのは揺れる。そうですね、こう左右にねこう揺れますよね。うん、まあ、これぞディーゼルって感じは。そうですね、はい、まあ、マイクで聞こえてるかどうかっていうところやけど、まあまあまあ、あの僕らじゃあ解説で、はい、うん、ご判断もしくはもう店頭でね、はい、実際にチェックしてもらったら、まあそれが一応間違いないですね、はい、今なら大丈夫なんで、はい、今ならディーゼルバックオーダー車結構在庫を取ってますからね。はい、オーダーくださいや、お待ちしております。感じでございまして、この動画がいいと思った方はいいねボタン、今日ダブルでいきますね、はい、まだチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。まだ次はライダー B 校舎が
こんな感じでちょっと邪魔されましたけど、はい、また次の動画でお会いしたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。フェードアップ、フェードアップ。